ジミービコは、フランスボンディ出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルの自己ベストは9秒86のヨーロッパ、記録保持者。2012年ロンドンオリンピック男子400メートル、リレーの銅メダリストである。2013年7月13日のフランス選手権100メートルで9秒95をマークし、フランス人3人目の9秒台を達成した。母は、 コートジボワール人、弟のウィリー・ビコは2013年の砲丸投げ、ジュニアフランスチャンピオンである。7月、世界ユース選手権に出場。100メートル準決勝を10秒56の自己ベストで突破したが、決勝は10秒89で7位に終わった。7月、世界ジュニア選手権に出場。100メートル準決勝を全体1位の10秒38で突破したが、 決勝は、レクスター・リー、チャールズ・シルモンにつく10秒28の3位に終わった。7から8月、18歳の若さで、シニアの大会である、ヨーロッパ選手権に出場。400メートルリレーで1層を務めると、決勝では38秒11をマークしての優勝に、貢献し、この種目における、男子最年少金メダリストとなった。7月、ヨーロッパジュニア選手権に出場。 100メートルの予選で、向かい風秒速1.8メートルという悪条件の元で10秒12の自己ベストをマークすると、決勝では10秒07と、さらに記録を縮め、クリストフルメートルが保持する10秒04のジュニアヨーロッパ記録及び大会記録に迫るタイムで優勝した。400メートルリレーでは2層を務めて、金メダルを獲得し、100メートルとの2冠を達成した。 8から9月、世界選手権に初出場。100メートルでは、クリストフルメートルと共に、フランス初の決勝に進出して6位、入賞。400メートルリレーではアンカーを務めて、銀メダルを獲得した。8月、オリンピックに初出場。100メートルは準決勝で敗退して、前年の世界選手権に続く決勝進出を逃した。1層を務めた400メートルリレーでは3位の、 トリニダード・トゥバゴトレイビオ・レイ・ヨンサの4位に終わり、こちらも前年の世界選手権に続くメダル獲得は、ならなかった。しかし、2位に入ったアメリカ代表のリレーメンバーだった、タイソン・ゲイのドーピング処分により、フランス代表は2015年に順位が繰り上がり、銅メダルを獲得した。3月2日、ヨーロッパ室内選手権の60メートルに出場。決勝では六秒十八の、 自己ベストをマークし、2位のジェームズ・ダサオルに、同タイムキサーリでセリ勝ち、ヨーロッパ室内選手権の同種目において、フランス人初の金メダルを獲得した。7月13日、フランス選手権の100メートル予選において9秒95をマークし、ロナルド・ポニョン、クリストフルメートルに次いで10秒の壁を突破した3人目の、フランス人となった。さらに決勝でも9秒95をマークし、 2位のクリストフルメートルに0秒24差をつけて初優勝を果たした。5月31日、ダイヤモンドリーグ、友人大会で9秒89を記録し、3位となった。7月4日、ダイヤモンドリーグミーティングアレバの100メートルにおいて9秒86をマークし、2004年8月22日にポルトガルのフランシス・オビクエルが樹立したヨーロッパ記録に並んだ。 8月、世界選手権に出場。100メートルは、今季世界ランク4位で臨むと、予選は9秒92の組1着で突破。準決勝は9秒99の組3着で、着順での突破はできなかったものの、タイムで拾われ4年ぶりに決勝に進出したが、決勝は10秒00の8位に終わった。400メートルリレーではアンカーを務め。 予選で37秒88という好タイムをマークして決勝に進出したが、決勝では38秒23とタイムを落として5位に終わった。6月7日、モントルイユで開催された大会の100メートルにおいて、今季世界最高記録及び自身の持つヨーロッパ記録に並ぶ9秒86をマークした。6月下旬、フランス選手権の100メートル決勝を自己ベストに0。 両例2差と迫る9秒88で制すると、200メートル決勝も20秒62で制して2冠を達成した。7月、ヨーロッパ選手権に出場。100メートルは今季ヨーロッパ最高記録保持者として臨んだが、決勝では、チュランディ、マルティナ、ジャック・アリ・ハーベイにつく10秒08の3位で優勝を逃した。アンカーを務めた400メートルリレーは優勝した。 イギリスに0秒21及ばなかったが、38秒38をマークしての銀メダル獲得に貢献した。8月、オリンピックに出場。100メートルは今季世界ランク3位で臨むんだものの、予選は10秒19の組4着で、タイムで拾われての準決勝進出となった。しかし、準決勝では9秒95とタイムを縮め、組1着で突破。 この種目でのフランス男子としては、1980年、モスクワ大会で8位に入ったエルマン・パンゾ以来、36年ぶり史上4人目のファイナリストとなったが、決勝は10秒04とタイムを落として7位に終わった。8月、ロンドン世界選手権に出場。6月のダイヤモンドリーグで、ハムストリングスを射止めたため出場が危ぶまれたものの、なんとか間に合い100メートルに出場すると、 今季世界ランク10位の実力通り決勝に駒を進めた。自身3度目の世界選手権100メートルのファイナリストとなった決勝は10秒08をマークし、2011年テグ大会と並ぶ過去最高の6位に入った。400メートルリレーでは2層を務め、予選を37秒台に迫る38秒03で突破したが、 決勝は38秒48とタイムを落として5位に終わった。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。 ありがとうございます。